デラウェア軍は、アメリカ合衆国のオクラホマ州にある軍。2000年時点で、の人口は37,077人で、軍庁所在地は J。軍は1830年代に、その当時のインディアン巡州にレナペの人々が、最低重したことから名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2,052平方キロメートルで、ある。 このうち1918平方キロメートルが陸地、134平方キロメートルが海や湖などの水域で、総面積のうち6.52%が水域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、デラウェア軍には37,077人、14,838世帯、 および1772家族が暮らしている。人口密度は19平方キロメートルで、12平方キロメートルの平均的な密度に22,290件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人70.22%、黒人0.13%、先住民22.31%、アジア系0.17%、 太平洋諸島系0.04%、その他の人種0.59%、及び今月 6.、根結6.53%で、1.75%の人々がヒスパニック、またはラテン系である。軍民の93.8%が英語、3.5%がチェロキー語、2.3%がスペイン語を、それぞれの母語としている。 デラウェア軍に住む14,838世帯のうち29.00%は18歳未満の子供と暮らしており 59.、59.50%は夫婦で生活している。8.90%は未婚の女性が世帯主であり 27.、27.40%は家族以外の住人と同居している。24.00%は独居で、 全世帯の11.20%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.46人であり、家庭の場合は2.89人である。軍の住民は24.50%が18歳未満の子供で、18歳以上24歳以下が6.90%、25歳以上44歳以下が24.40%。 45歳以上64歳以下が26.70%及び65歳以上が17.50%となっている。平均年齢は41歳である。女性100人ごとに対して男性は96.50人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は93.80人いる。 軍の世帯ごとの平均収入は27,996ベードルで、家族ごとでは33,093ベ米ドルである。男性の25,758ベードルに対して、女性は19,345ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,424ベードルである。総人口の18.30%。 家族の14.10%は貧困線以下である。18歳未満の子供の27.40%及び65歳以上の11.60%は貧困線以下の生活を送っている。ヒルデブランド製粉所デラウェア軍では、下記の地点がアメリカ合衆国国家歴史登録罪に登録されている。ありがとうございます。